ということで丸武さんの味噌ラーメンに来ております。信玄出身の店主さんが作る味噌ラーメン、いや絶対美味しいですよね。いただきます。スープ美味しいですね。やっぱりね、このね炒めたというかね、この煽った感じの香ばしさしっかり映ってるんですけど、まろやかでパンチのある味噌ラーメンのスープ、これは本当にみんなにね愛される味だと思いますね。麺はね中太縮れ、太めな感じもあって、ちょっとすすり心地も楽しめますし、やっぱりこの味噌のねこの迫力にしっかり合わせてきているような、相性がいい麺ですよね。でもチャーシューがねほろっと、これいいっすよね。でこの極太のメンマのシャキシャキ感、総合的にねやっぱり食べ応えがあって満足感が大きい、いやほんと味噌ラーメンだと思いますね。丸武さんね、5時で終了なんですけど、朝ラーメンやってまして、これ6時から朝の6時から8時まで、しかも煮干しということで、これはなかなかねプレミア感あって、特別に提供してもらいました。いただきたいと思います。苦みとかえぐみが一切ない、すっきりとしたね煮干しだし、これ朝最適ですよね。で麺はねストレート麺なんですけども、つる発感もあり、そしてね絡んでくるこの海苔の風味、煮干しにしっかり合ってきてるので、このクオリティでこのお値段、そしてちょっとおむすびなんかもつけちゃったりしたら最高の朝ですね。続きまして、信玄さんの出身ということでチャーハンもあります。でも信玄さんのチャーハンって美味しいのでめちゃくちゃ有名だと思うんですけど、こちら昼から半チャーハン、しかも200円でいただけるね、いや嬉しいですよね。いただきます。パラパラでね絶妙にこの何杯でもいけちゃうねバランスのこの味、たまらないですね。本格派です。スパイシーで、ね、トマトの酸味も効いてるし、これだけでチャーハンと迷いますね。いやー食いました。信玄さんのね味も継承しながら、丸武さんのねメニュー美味しいですね。もうサイドのご飯メニューもねいいし、ラーメンも安定感抜群なんで、これはたまらないですね。皆もぜひ来てみてください。これからもね楽しみですよね。ごちそうさまでした。